南海マ万系電車は、南海電気鉄道高野線の特急、高野号用に在籍していた、専用車両。ズームカーこと2万1001系の特急版ということで、デラックスズームカーと呼ばれた。南海高野線では、1952年より1251系、98900号を使って、特急、高野号の運行が開始された。しかし、 1958年に2万1001系、ズームカーが登場すると、性能的に見劣りがするようになったため、2万1001系をベースに、サービス設備面をグレードアップした特急専用車両を製作することになり、1961年に、堺の帝国車両で製造された。編成は、南ンよりからもは二万一もは二万百0 0二万八百一もは二万二で、 機器の基本設計は2万1 0 0 0系に準じるが、全電動車方式であった2万1 0 0 0系に対し、本系列は、冷房電源を供給する大容量を、電動発電機とトイレ、洗面所用水タンクの装備スペースを床下に確保するため、一両は不随者となっている。それでも、定員乗車が原則の有料座席指定特急でのみ運用されたため、 山岳区間での運行には全く支障がなかった。新造当時一般的な普通校による順調角構造の十七メートル旧車体を備える。窓配置は二万一点二零零零二が、運転台よりから一 d 六十一二万百が一 d 六十一二万八百一が d 十五 d 一で、シートピッチに合わせて幅七百五十ミリメートル高さ八百ミリメートルの 大型服装ガラスを客用窓とした。なお、各社もに2枚折り戸による客用扉が設けられた側と、反対側車端部に約半分の幅の側窓が設けられているが、これは非常時の脱出用や冷房故障時等の換気用を兼ねた加工窓とされていた。両先頭車運転台横にも曲がり角の加工窓があったが、これは運転開始の時点では一部に、 通標閉塞の区間が残っていたためである。2801にはナンバよりに業務用扉が設けられているが、これはこの位置に車内販売などを行うサービスコーナーが設けられており、その資材出し入れのために用意されたものであった。また塗装はクリームイエローとワインレッドのツートンカラーという独自のものが採用された。 エクステリアデザインは、スイス連邦鉄道の TEO 電車であるライテイー、e、型電車を意識してデザインされたと伝えられ、左右の腰部に、角一頭、屋根中央部に一頭の合計3つのシールドビームが、設けられた全小灯の配置や、乗務員扉を持たない流線型の前頭部の造形、それに塗色などに、その影響が認められる。その独特で複雑な造形の流線型前頭部は、 すべて熟練職人の手による叩き出しで仕上げられており、国鉄80系電車の製造でも、抜群の仕上がりの良さを称賛された、帝国車両の車体製造技術の域を集めた作品であった。インテリアデザインは、高島屋が担当し、高天井方式と南海伝統の読書等を併用する、落ち着いた中に高級感のある、優れた象とされ、座席は、 当時の国鉄の一等車並みのリクライニングシートを採用、シートピッチは1 0 5 0ト、mm、ルである。また、通路の扉はオレンジがかった色味の透明アクリル製マジックドアが採用されていた。2 1千0系と共通の東洋電気製造製 TDK-820B を装備し、駆動装置も同じく東洋電気製造が開発した中空軸平行カルダン駆動方式。 制御機についても当初は、東洋電気製造 ACD-10 を採用した。ただし、特急用ゆえに平坦線での高速走行性能が重視され、最大弱め回自律は21001系の25%から22%に引き上げられていた。性能は、加速度時速 3.0km、S、減速度時速 3.5km、S 釣り合い速度は、 時速 100km である。時速 100km を超えると、自動的に境界時段68%に、ノッチが入り、電動機の許容回転数を超えないような機構も備えている。また、終電装置は、通常の菱形パンタグラフが21.20002の運転台よりと2100のナンバーよりに、設けられていた。 2001系の住友金属工業 FS-317A をベースに枕羽根をエリゴ型空気羽根に置き換えた住友金属工業 FS-338 一体中高イング羽根台車を装着する。この台車はベローズ式の空気羽根を挟んで上下二つの揺れ枕を備えボルスターアンカーが上揺れ枕と台車側枠を連結する。 第一世代の空気バネ台車であるが、一体、中高生側はゆえの光合成と、高の線の軌道条件に合わせて、入念に調整されたバネ定数設定により、特急車にふさわしい乗り心地を実現していた。発電ブレーキと空気ブレーキの同期動作を行う三菱電機、HSCD 発電制度併用電磁直通ブレーキが採用されており、発電制度は、 同時代の2万1 0 0と同じ制御段数となっていた。冷凍能力4000キロカロリー、H の東芝製分散式冷房装置が各社5機ずつ搭載されており、これに給電する電源として2万801の床下に大容量電動発電機が掃化されていた。本系列は十分に吟味した材料や部品を使用し、製造コストが高騰したこともあってわずかに4連に1。 編成が製造されたに止まった。このため、換算機である陶器は、定期検査を行う必要から全列車運休となっていた。陶器以外でも、臨時検査時には運休となり、ダイソー及び各機などの多客時の増発として2万1 0 0 0 1系クロスシート車による臨時荒野号が運転されるケースがしばしばあった。1973年10月7日の高野線、昇圧時には、 それに先立つ9月末で、同年内の営業運転を終了、当期検査と合わせた改造工事が実施された。奇数 M 社構成であったため、1C8M 制御方式の MM 構成として、改造された 21001K とは異なり単車昇圧が実施され、主電動機や主制御機といった主要機器を 1500V 専用で製作された新品と交換した。 1977年には、高野山で全国植樹祭が行われたことから、その際、国鉄和歌山線との接続駅である、橋本駅、極楽共駅間で、昭和天皇のお召し列車としての役割を担った。1983年の武法大使ご入場を、1150年、ご延期に伴う輸送力増強が計画された際には、心臓から、 四半世紀が近づき老朽化が目立ち始めたことから、当初本系列に更新工事を実施して延命することが検討された。だが、最終的には輸送力増強のために、系列の代替を目的とした後継者として3万系に編成の新造が決定された。3万系の竣工後、本系列は定期運用を同系列に譲り、ご延期のスケジュールに合わせて、 随時運行された臨時荒野号として使用された後、1984年9月15日16日に、さよなら運転が行われた。さよなら運転の翌日の9月17日に旧車となり、1985年1月に老朽化のため、廃車された。廃車後はまず中間車の2両が解体されたが、先頭車2両は、三崎公園内で生体保存された。 車内の座席を撤去し、当初は南海の歩み記念誌列車館として、南海ホークスの大 AA の売却後はホークス記念館として使用されたが、露店での保存で車体の痛みが進行したこともあり、残った戦闘車2両も1994年に解体された。戦闘車前面の愛称1部分が愛好家の手によって残され、2009年に天理三考館へ収蔵されている。 ありがとうございます。